ジョイン。ドブ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 。非常に難航していた部屋の掃除が終わりました。大きく変わったところが一箇所あります。さて何でしょうか？コメント欄へ吉田でございます。前回の買い物依存症開封動画でキャノンのプリンターを買ったと自慢しましたが、ちょっとロマンあるプリンターなので今回紹介しちゃおうかなと思ってます。まあ需要ないのかもしれんけど。インクジェットプリンターって6000円くらいするぼったくり価格のインクカートリッジを取り付けて使うものですが、このキャノンのインクジェットプリンターはなんとインクを本体に直で注入する方式。しかもこのインクボトルがめっちゃ安い、純正なのに。この方式はエプソンが先に発売してキャノンがパクったんですが、エプソンは評判がクソ悪いんでキャノンにしました。ただ家庭用じゃない、もちろんこれは業務用です。小さなオフィスやお店、個人事業主がターゲットのプリンターだと思います。コンビニにあるような巨大なレーザー複合機を買うほどでもないけど、印刷量は結構多い、そんな人向けですね。家庭用だと1万円台で売ってますけど、これは業務用なので値段が結構高いです。小島で税込み 43,800円で買いました。 Amazon だと 38,000円くらいで売ってるかな。メーカーが 8,000 キャッシュバックキャンペーンをやっているので、あとポイント等も考えれば2万円台で買えるとは思います。吉田は楽天のポイントアップキャンペーン時に買ったので、実質2万6000円くらいで買えたと思います。その値段だったら結構いいでしょう。もちろんちゃんとインクも付属しています。しかも黒は巨大なのが2本も入ってます。1本でカラー印刷なら7700枚、モノクロなら6000枚も印刷できます。しかも黒は最初から2本入ってるので1万2000枚も印刷できるわけですね。やばいでしょ。これがどれだけすごいかというと、例えばキャノンの業務用カラーレーザープリンターの1カートリッジの印刷枚数は大容量タイプでも2300枚です。こいつは7700枚、レーザーより印刷コスト安いんですよね。しかも純正インクが意味わからんくらい安いです。6000円もあれば全色揃います。1枚1円以下。家庭用インクジェットプリンターって1枚2、30円するので相当安いですよね。ちなみにさっきのカラーレーザーのトナーは全色で4万円します。印刷コストは意味わからんくらい安い。デザインはいかにも業務用って感じですね。黒一色でマット仕上げ。まあ、ダサいと感じる人もいると思うけど、吉田はこういう業務用感結構好きだったりします。黒いので黄ばんだりもしないしね。俺様が買ったのは複合機モデルです。よくあるスキャナーがついたモデルですね。ちなみに上位機種に自動的に読み込む ADF 付きもありますが、そんなにコピーしないから安いこっちにしました。まあ、4万円くらいする割には機能はかなりしょぼい。カラーモニターはついていません。モノクロのちっこいのがついてるだけ。多分インクで儲けるビジネスモデルではなく、どっちかというと本体で儲ける方式なんでしょうね。だからコストダウン。トレイは250枚入ります。500枚入りの束の半分ですね。排出部分はちょっと出っ張るんで多少場所は取ります。ケツの部分にも100枚セットできます。場所取るけど2種類の紙がセットできるわけですね。最近のインクジェットプリンターはプリントヘッドが交換できませんが、これは業務用、自分で交換が可能です。ヘッドのノズルが詰まってインクが出ないってのはあるあるだと思いますが、こいつの場合は最悪詰まっても簡単に交換が可能。しかもね、このプリントヘッドがめっちゃ安いんですよね。黒は1699円で売ってます。純正ですよ、もちろん。インク詰まりに怯えなくていいのはかなりでかいと思う。チチチュイン。インクは見てわかるように両端に入れるところがあります。ただのタンクなのでぶち込むだけです。こぼれそうで怖えなと思ってたんですが、ひっくり返してもインクは垂れてこなかったので、慎重に作業すれば大丈夫かな。ボトルを押して注入するのかなと思っていたんですが、突き刺せば勝手に入ってきます。1つのボトルでほぼ満タンに入るので、基本的に空になったら追加する感じです。中途半端な状態で追加すると漏れる気がしますね。怖いのは入れる場所をミスった場合、その時点で終わりです。買い替え。ちなみに黒だけタンクがでかいんで、でかいボトル全部入ります。タンク式のいいところは外から残量が見えるところ。カートリッジ式だと気がついたらなくなって印刷できねえって事故ありますけど、これならパッと見でわかるので安心です。パソコンとの接続は USB、有線 LAN、無線 LAN が使えます。有線 LAN が使えるのが業務用っぽいですよね。ちなみに吉田は無線 LAN でつなぐ。説明書を見ながら初期セットアップしましたが、控えめに言って操作性はクソです。このモニターバックライトがないんですよね。暗くて全く見えん。モノクロの2行なのでセットアップの操作性も良くありません。細かいことをいろいろやりたい人には向いてないですね。
無線 LAN のセットアップはパソコン側のソフトでできました。プリンター側でゴニョゴニョしなくても大丈夫です。このソフトのすげえところは無線 LAN に接続もしていないプリンターを自動で見つけ出して繋いでくれます。どうやってんだろうね。無線 LAN は 2.4GHz 帯のみの対応みたいです。接続やパスワードは手動入力なのでそこだけ注意かな。パソコンのソフト上からは WPS の簡単接続はできないみたい。最後にテストプリントを実行。こうじゃダメなの？これじゃダメなのか？こうじゃないの？そういうこと？開けないといけないのか？そうか、操作パネルは開けないとダメなのか？操作パネルは開けないとエラーになる謎仕様です。別に閉まっていても問題なさそうなんですがダメらしい。印刷はインクジェットプリンターとしてはめっちゃ早い。さすが業務用。印刷の品質は思っていたよりも良好です。普通紙ですがにじむこともなくレーザープリンターよりも綺麗説すらあります。試しに適当な文字でも印刷してみようと思ったんですがなぜかエラーで繋がらなくなりました。なんだよ。もう一回セットアップをやり直しました。そしたら治ったかな。当然コピー機としても使えるのでコピー機能も試します。いろいろ設定はできるんですが画面がモノクロ2行なのでゴニョゴニョするのはきついです。基本的に A4 サイズをそのままコピーする、そういった使い方になると思います。細かいことを設定したい人はこの機種やめた方がいいと思う。カラーの大型画面がついた複合機を買うべきです。あくまで単純に A4 コピーをしたい、そういった用途にしか無理だね。いろいろ触っていて分かったこととしてはモノクロ印刷はめっちゃ早いですがカラー印刷は結構遅いです。のんびりしてます。印刷品質もあんまり良くないです。ヘッドの幅で段差ができてます。線が入ってるでしょ。ちなみに画質をきれいモードにすると印刷時間は長くなりますがこの段差は消えます。さすがに段差が嫌なのできれいモードに設定しておきました。モノクロとカラーはボタンで選ぶだけなのでそこの使い分けはできます。モノクロはめっちゃ早いな。まあ早いんだけど標準設定では線が入ります。文字だけの文章をコピーするなら問題ないですが画像を含む場合は綺麗モードにした方が良さそう。これもモノクロいいよ。カラー押すとさこうなっちゃうの何これ操作パネルは控えめに言ってクソだね。しかも閉じているとなぜか印刷できません。余談ではございますが内部はこうなってます。タンクからチューブでヘッドにインクが送られる。ただそれだけだね。チューブ内にインクが送られるのでタンク内のインクはだいぶ減りました。最初だけらしいですけどね。チチチュイン。説明していませんでしたがブラザーのカラーレーザープリンターからの買い替えです。壊れたんです。レーザープリンターは印刷がめっちゃ早いので大量印刷するのには向いていますがこの子は印刷がかすれるようになりました。領収書を印刷するくらいなら別にいいんですが提出書類を印刷するには厳しい。壊れた原因は明らかで互換トナーを使ったからですね。このブラザーの純正トナーも全色で3万円以上します。本体が2万円ちょっとなので本体よりトナーの方が高いんですよね。さすがに3万円は買えないのでパチモンを買ったんですがパチモンはあかん。大丈夫な場合もあるみたいですが吉田の場合は大丈夫じゃなかった。ドラム部分にトナーが付着しています。これのせいでかすれたり線が入ったりします。こんな風に粉も飛び散ってたりするんですよ。やばいでしょ。それは壊れるよね。レーザープリンターで注意しないといけないのはトナーとドラムユニットは別売りです。3回に1回くらい交換しないといけません。インクジェットはインクが詰まると言われますがレーザーはこのドラムユニットが劣化するのでまあどっちもどっちだよ。まあそんなこともあってカラーレーザーは維持コストがバカ高すぎるので今回はインクジェットにしました。モノクロレーザーなら多少マシですが提出書類によってはカラー指定のものがあるのでモノクロではダメなんですよね。インクジェットにした理由はもう一つあります。レーザーは巨大で重たいです。このブラザーのはスキャナーがありませんがそれでもインクジェット複合機よりだいぶでかい。カラーレーザー複合機はさらに巨大なのでコストとかいう以前に巨大すぎるのでやめたってのもあります。ただし紙の排出部分はレーザーは上ですがインクジェットは手前。設置場所によってはレーザーのが小スペースで済む可能性はあります。キャノンの決算資料の PDF を印刷してみました。ちょっとカラーも含んでるやつ。印刷速度は勝負にならないレベルです。ブラザーのレーザープリンターのが圧倒的に高速です。速度を取るなら明らかにレーザープリンター。このレーザープリンター速い方じゃないけどインクジェットに比べれば 5,6 倍は速いよね。右のやつがレーザーで印刷したものですがかすれてるでしょ。印刷画質についてはインクジェットでもにじむことはなく問題ない印象です。こいつはカラーはクソ遅いですがモノクロ印刷はそこそこ高速です。僕はカラーとモノクロ切り替えるのがめんどいから全部カラーで印刷する派ですけどね。
両面印刷も対応していますが、インクジェットなのでインク乾燥時間がある程度かかります。両面の大量印刷はイラッとしそうですが、まあ、吉田は両面印刷はしないので問題はありません。実時間でお見せしていますが、かなり時間がかかってますよね。まだ戻っていかない。普通紙への印刷は綺麗ですが、乾燥の遅い顔料インクなので多少は仕方がないですね。しかもなぜか両面印刷に設定すると印刷スピードも明らかに遅くなりました。一応白黒設定なんですけどね。排出された紙は全然揃ってません。あと印刷直後はインクが乾いてない問題もあります。少し経ってから触らないと画面のようになります。テストで結構印刷しましたが、インクは全く減ってない気がします。すげえ持ちはいいと思う。いつものところに設置しましたが、かなり圧迫感はなくなりました。インクジェットにして良かったところは紙が取りやすくなったところ。レーザーだと上に配置されていたので立ち上がらないと取れませんでしたが、これなら座ったまま取れます。スキャンを最後に試して終わります。あんまり使わないんですが、免許証やマイナンバーの提出が求められることがあるので、あると便利です。これがうざいよ。なんなんで結局アホなんかってちょっと疑いたくなる。何も設定はしていませんが、プリンター側のスキャンボタンを押すと勝手にスキャンが始まって、データがドキュメントホルダーに保存されます。まあ画質はあんまり良くはないと思う。おまけ程度だからね、こういうのって。